大麻は、北海道江別市の地名で、同市を構成する地区の一つである。大麻中央公園の池。農村地帯だった頃のため池の名残大麻、東町公園の欅石狩シカリ川や豊平川、のっぽろ川、厚別川が形成した、低湿地を北側に望む小高い丘陵地帯。江別市中心部と札幌市のちょうど中間点に位置する。 すでに縄文時代から人の生活の痕跡が見られ、地区内を流れる消火線の流域にはこの時代の遺跡が存在する。しかし、明治時代に北海道の開拓が本格化するまでは、長らく原生林のままだった。その後、入植した農民によって森林は順次開拓されて、畑作地帯となり、さらに札幌駅まで函館本線の電車で20分という地の利を活かし、 同衛マダ団地が建設された1964年前後からはベッドタウンとして大規模に開発され札幌市など道内各地から転入者が急増し太陽族世代段階の世代による典型的なニュータウンが成立したしかし早期に町の機能が整備完了されたこともあって1975年頃にはすでに膠着状態となり以後は 次第に、近隣や札幌市などへの転居、そして21世紀となった今日では、住民の高齢化も、相まって、地域の水位が激しい。地名の由来は、国道12号の前身にあたる旧江別街道が、大きく曲がっていた3番通りの江別大間、西郵便局付近の旧地名、大局、かつて天が栽培されていた大間元町付近の旧地名、朝畑。 これら二つの字から一文字ずつ引用し、昭和11年に大麻の地名が成立したと言われている。大麻には以下の町名がある。また、函館本線以南の地区を文教大というが、それらも大まかな分類では大麻地区に入る。大麻出張所大麻体育館にエポアホール大麻。文教大は大学などの文教施設が複数あり、住民には学生も多いため、 規模こそ小さいものの学生街を形成している認定子も園明けぼのありがとうございます。